突然の勇退発表から勝利のないソフトバンク王監督、球場入りして真っ先に盟友の楽天野村監督のもとを訪れました。悪いんじゃない、まあまあ、悪くというよりも全体的にもうね、体力が本来のところとは違いますから。我々世代はあんまりドラマで言うと終わりが来るんだけど、いやいや、体力さえあればね、僕らでも元気なことやりたかったんですけどね、ぐらい。また後で。はい、どうもどうも。どうもどうも。ただ、こっちから行かないな。いやいやいや、どうも。野村監督の励ましを受け、勇退への花道を飾りたい王監督は試合前、自らまな弟子である主砲松中に打撃指導。